the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show.藤が咲き出してる。本当だ。綺麗。綺麗だね。うん。お、綺麗綺麗。あ、キキョウ。こういうのをさ、お庭にさ、お庭っていうかベランダにしてもいいんじゃないの？そうだね、確かに可愛い。うん、可愛い。ほら。うん。こんなんだったら素敵だね。こういう風にやっぱさ、段差をつければいいんだよ。確かに。ボンジュー。お、綺麗、ブーケがいっぱい、素敵なのがいっぱい。なんかほら見て、これだけでも可愛い。あ、本当だ。すごい素敵。でもこれはチューリップだな。そうなんだ、チューリップだね。これ素敵だね。これすごい素敵だね。あ、本当だ、可愛いね。また私の好きな感じで、うん、今日どんな色にしたらいいんだろう、うん、聞いてみたら何でもいいの。こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。みーちゃん日本語ね。お名前何ですか。みーちゃんほらおいで、いらっしゃい。あれ、にゃにゃだってラナンかわいい、はい、ピンクのラナンケアスもありますし、はい、あとはオレンジ。ほほほ。でもこれすごい素敵だなと思いました。この色、うん、なんかこの色かわいい。でもちょっと渋いのかな。そうです、ね、お花的にはね、どっちがいいの。アンニュイな感じ。そう、私なんかそういうアンニュイなヴィンテージな感じのが好きなんですよ。どうしよう、でも一応今回ね、あの結婚記念日なので、はい、それであのなんかお花を素敵なのを飾りたいなっていう話で、あの好きなものを選んでください。どうしよう、どうしたらいい。お任せします。ないの、でもこれは私はすごい素敵だと思って。この色合いです。ちょっと暗い。選択肢は何ですか。選択肢はこのラナンキュラスがいいねって話で、この、うん、この花ね。これを主に濃くするか、うん、薄くするか、はい、濃くはしない方がいいかな、多分。なんか幸せな感じの方がいいもんね。幸せな感じ。どうしたらちょっと明るめにした方が。そうですね、そうですね。こういう色も好きです。全然可愛い。ああ、なるほど。あ、でもこういう感じでもいいのかもね。だからちょっと紫も入りつつ、ピンクも入りつつみたいな。これだとちょっと渋いから。そうですね。はい。なんかこう安心してお願いできるのが嬉しいわ。それは本当にある。本当にある。で、あの娘の父親も、はい、あの花屋なんで、はい、もしよかったら次に訪ねてみてください。どこ、どちらで。パリの7区です。7区なんだ。そうなんですよ。素敵だ ね、 ね、やっぱお花がいろいろ種類が出てくる季節になると楽しい ね。 そう、春 ね、 ね、春の花が一番、うん、いい気がする、うん、ね。いつもこういう色選んじゃうから、たまには違う、なんか絶対選ばないじゃん。選んでも納得しないし。そうなんだ。ほらオレンジとかさ、赤とかそういう、そうです ね、 ね、やってみてもいいのかもね。だから混ぜないのも一つの手かもしれませんね。あ、そうですね、うん、確かに一種類のものだけ、うん、でもやっぱり混ぜた方が俺はマミコっぽいな。なんとなくやっぱりこういう方がマミコっぽい。はーい、はーい、みのりちゃん、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。おばめしろく。はい、ありがとうございます。はい、かわいい子までいた、ね、よかったね、うん。ちょっと待って。こうしてこういうことか。そうそう。
先生、ちょっと待って、まだやらしい、まだやらしい。後ででいいよ。トラちゃん、やってもいいけど、後で。ちょっと待ってちょらす。待ってちょらす。ちょっとクージャもちょっと待ってなんでみんなと勝手なの。こうかな、こういうことかな。二人で入んないのかしはい。あ、くーちゃん。ん？お帰り。おー、ありがとう。
ーすごーい、こんな風になっていくんだね。なんかお寿司の匂いがする、こっからでもすごい。さすがで、すごーい。いいてー、おー、おいしそう。海の玉手箱ですね。3年間ありがとう。これからもよろしく。いただきます。あ、おいしい。このシャンパンはあれですよ、はい、結婚式の時に出したシャンパンですよ。お、懐かしい。ドゥラモットですよ。ではでは、いきますか、お寿司。え、ツーさんは唐揚げじゃないの？でも唐揚げは好きだよ。唐揚げ食べますよ、もちろん。でもまあ、今日はね、せっかくだから。でもほら、唐揚げ高いうちに食べる。唐揚げ食べる、もちろん唐揚げ食べます。いただきますよ、もちろん。はい、いただきますよ。まみさん、どれからいくんですか？私ね、大トロからいこうかな。分かる、俺も大トロ行きたい。うん、おいしい。うん、久しぶりに食べたぞ。お寿司だね。ちゃんとしたね。ちゃんとした。うん、じゃあ、僕は唐揚げも行きます。うん、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ私ウニ食べよう。格差写真。ウニ。甘い。ずっと食べたかったもんね。うん。マムちゃんも唐揚げいる？うん。ありがとう。その扱いの違いは何なの？美味しいよ唐揚げは。なんかもっとちっちゃいのがいい。あ、本当？いいよ、置いといていいけど、うん、なんかちっちゃい食べやすいのください。はい。どうですか？うん、すんごい反応の違い。でもカリッとしてる。うん、でしょ、美味しいよね。うんうん、普通に美味しいよね。うん、なんかもったいないけど、どうしよう。でもマミちゃんがさ、俺的にはマミちゃんにやっぱりいっぱい食べてほしいんだよ、今日お寿司は。機嫌がいいんだね、つるさんね。いや、違くない？いや、俺本当にそう思ってるよ。マミ子すんごいお寿司食べたいってずっと言ってたじゃん。うん、食べたいよ。毎日お寿司でもいいんだけどな。また食べに行きたいね。ちゃんとあのお店に行きたいね。うん、やっぱりお店だとやっぱさ、全然違うじゃん、また。うん、まあ私としてはですね、はい、やはりお寿司は1個ずつ出してもらわないと。まあそうね、鮮度だからね、うん、江戸前、うん、だから生インドですから、私江戸っ子ですから。そんなに江戸っ子じゃなくない？そんなに江戸っ子じゃないだろう。何を言ってんねん。お刺しのっこだから。だからお寿司をこうなんか一つのこういうお皿にドーンって出てくるとか、すごいテンション下がっちゃうね。そんなこと言ったらもこもこもないじゃん。無理だよそんなの。じゃあ俺、やっぱ俺が握るしかないじゃんね。でもなんかはいってはいって出てきたら、はいって食べないと。まあそう、そりゃそうだよ。それそう、お寿司って本当だよ、そういうもんだもん、うん、しょうがない。でも美味しかった、美味しいでしょ。うん、よかったね。いつも何を出すの？サバ。サバ？うん、へー、サバ大好き。昔はまあ青魚美味しいよね。サバと、うん、縁側。はいはい、縁側ね。ウニ。うん、まあ、その辺が結構あれだね、特に頼むね。うーん、私小町昆布だね。渋いね。みんなにすごい、もう絶対小餅昆布、小餅昆布が大好きだよねって言っても、必ず小餅昆布食べる。そんなに美味しい小餅昆布って、なんかあんまりどういう感じ。魚卵が好きだからさ。あ、そうね、あなた魚卵が好きだからね。魚卵が好きだから、だからいつも行ってるその広尾のお寿司屋さんとかも、必ず小餅昆布はつまみで頼むし、とにかく小餅昆布、もう小餅昆布ばっかり。昆布が好きだよね。大好きなの、小餅昆布が。
あとなんだ、でもお寿司屋さんに行って最初から握んないもん。なんかでも俺もサザエのつぼ焼き好き。へえ、巻貝、うん、謎。粗汁、はい、あ、俺粗汁必ず頼む。私ほらお酒飲んでるから別にそういう汁いらないね。あ、そっか。一回なんかね、お寿司屋さんで友達とこう食べてた時に、うん、あら汁のあらってなんだろうねって間違えるから、多分、うん、あら巻き茶のあらじゃないって言ったら、お寿司屋、お寿司屋さんに違いますって、うんうん、そうだ、違いすぎるでしょ。おかしいじゃん、うん、すごいすごい。しかもその間何にも喋ってなくて突然会話に入られたから、多分相当ふざけんなって思ったお前って思ったのね。これはちょっと本当に改めないとこの人の人生が狂ってしまうと思えたのかもしれないね。すごい、俺もう本当に確信を持った口調で言ってたからね、あらまぎじゃけのあらじゃない。まあそれはでもいつものことでしょ。いつもこうなんか自信満々だもんね。いやいろいろ美味しいね、ごちそうだよ。どうでしたか3年間。大変だった。いつも喧嘩ばっかりしてて大変だった。あと楽しいこともあったじゃない。怖っ。ね、大変だったね、うん。やっぱり違う人間が一緒に住むのは大変だよ。今それ俺言おうと思ったの。今まさにそれを言おうと思った。本当にそうだよね。うん、違う人間が二人で生活を共にするってすごい大変なことだよね。クルちゃんとトラちゃんは何をしても許されるのにね。うーん、俺は別にそんな許してないけど、マミコは何でも許すよね、うん、本当に、うん、クルとはトラはこう宝物だから。クルとトラは許すけど俺のことは許さない。だってさ、クルちゃんとトラちゃんに話してさ聞かせることはできないけどさ、ツーさんにはさ話して聞かせてもさ理解しないんだもん。じゃあ分かんないんじゃん。ダメじゃん、それじゃん。クルちゃんとトラちゃんと一緒じゃん。人としてどうなのそれ。おかしいじゃろ。そうね、知らないよ、うん、まあでもまさに本当にあなたと今同じこと思いましたよ、うん、おじゃじゃすごい。かわいいでしょ。どんだけ食べんだよ。もう今日は全部食べる。ぷぷおすごい。3周年記念おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。食べれるのかな。じゃあ消しますか。両方からやったら消えないよ。だ、消えないってば。これからもよろしくお願いします。じゃあ食べよう。はい。